皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は2022年12月10日の新入荷情報についてお伝えいたします。毎週その週に入荷いたしました水草レイアウト素材、そして水草用品の中からいくつかピックアップをしてご紹介をしていきます。で、今回は新たに入ってきた新商品ではないんですけども、常時在庫しているレギュラー商品の中でかなりご質問の多い内容、そして私自身が、結構重要だなって思っていることについてお話をしていきます。それが今回のこちらです。水質試験薬です。こちら、まあ試薬と言われているものなんですけども、これがですね、ご質問が多いのが、一体これ何のために測るんですかとか、もう数値がどうなったらいいんですかとか、どのこの試薬選んだらいいんですかみたいなね、そういった試薬についてのご質問非常に多かったので、今回は非常にシンプルに初心者の方でも分かりやすいように単刀直入にギュッとね、こう重要なところだけかいつまんでお話をしていきたいと思います。で、もし一方で深く掘り下げて一個ずつね、この試薬ごとに詳しい説明を知りたいという方は、過去の動画で詳しく解説していますので、画面右上のリンク先の動画、ぜひチェックしてみてください。で、今回はですね、非常にシンプルにお話をしていきます。で、試薬、なぜ使うのか、これについてはですね、水質をまずは調べることによって、あらゆる問題の原因を炙り出せるからです。そのため試薬というのは必要です。ご自身の水槽が健全な状態になっているのかどうか、水草が育ちやすい環境なのかどうか、これを見るための試薬です。なので、初級者の方から上級者の方まで、皆さんこういった基本的な試薬はお持ちの方が良いです。では、まず初心者の方、これからアクアリウムを始める方にとって一番必要な試薬って何かと言いますと、まあ、当店で扱っているのはこちらの AD のパックチェッカーシリーズということで、非常に使いやすいので、もうスポイト状のものでね、キュッと水を吸い上げたらもう反応が出て一発でもうわかるということで、非常に使いやすいので当店ではこちらの試薬採用しております。で、まず最初に、持っておくべき試薬2つ、それがですね、まずは1つ pH、そしてもう1つが th、この2種類となります。これはなぜか、なぜなら、水草水槽というのは弱酸性の軟水にしておかないといけないからです。これはですね、もう皆さんね、ご存知の通り、もう大半の水草が弱酸性の軟水を好むということで、その水にしといてあげると、よっぽどのね、ことがない限り、健全にすくすくと育ってくれるということで、まあ、一部のね、水草は、ちょっと例外的なものもあるんですけども、ほぼほぼ大半の水草が弱酸性の軟水を好むということです。じゃあ、ご自身の、水槽が弱酸性の軟水になっているのかどうか、これが、pH と th を測るということです。で、pH で言うと、だいたい7を切っていれば OK です。まあ、6.8 とかね、6.7 とか、まあ、6.5 とかでもいいんですけど、そのあたりでしたら非常に素晴らしいです。で、そして、TH、これについては、50以下、できれば低い方がいいかなと思います。で、参考値で言いますと、こちらの120センチ水槽、非常にね、今、苔もなく、とても水草の成長も良くてですね、ちょっとこちらトリミングしてるんで、この半分はあんまり、こう見栄え良くないんですけども、非常に、綺麗な状態で水草が育っております。こちらの水質で、ただいま、pH が 6.5、そして、TH が20ぐらい。ということで、もう完全に弱酸性の軟水になっています。まあそういうわけもあって、非常にね、うまくいっているということになっております。で、水草にとって、じゃあ、pH と th、どっちが重要なのか、どっちも重要なんですけども、私自身の経験から言うと、硬度の方がはるかに重要です。pH っていうのはですね、水草自身結構こう適応してくれる能力があるんですね。極論で言うと 7.2 とか7オーバーでもめちゃくちゃ状態いい時っていうのが水草多いんですね。急にこうpH変動があると良くないんですけども、まあ、徐々に変化していった場合とか、まあ最初からそういった水質で育ててる水草の場合、特にね、そんなに影響ないんですね、pH に関しては。ところが、高度の方、TH、まあ、もしくは GH でもいいんですけども、TH、GH が高い場合というのはね、圧倒的に水草おかしくなるんですね。もうとにかく成長不良、なんか綺麗に育たない、なんかもう硬い苔も出てくるし、もう環境自体が崩れてくると。そういったこともあって、もう高度、ここめちゃくちゃ重要です。なので、いつもpH測っている方でも、高度はちょっとチェックしていただいた方が良いです。
もちろんお住まいの水道水を測るというのも重要です。水道水の高度が高い地域のお住まいの方は、水換えすればするほど高度が上がってくるので、こちらの当店、東京店、新宿なんですけども、新宿の水道水も非常に高度高いです。私自身もですね、東京店出店するときにこちらの水槽ね、全部で5台あるんですけど、今展示している水槽が。なんかね、こう水換えすればするほど悪くなってくるなっていう印象を薄々感じてまして。で、やっぱりちょっとね、水質測定していくと、水槽内の高度も高いですし、水道水も非常に高いと。そういうこともありまして、水換え前の水道水の下処理をする。水質調整をしてから換水をする。ということがとても大切になってきます。そのため、pH と TH については、お手持ちの水槽内の水、そして水道水を一度測定してみてください。で、次に、水槽立ち上げ間もない方、あるいはこれから水槽を立ち上げる予定の方については、NH4、NO2 の、2個お持ちください。で、NH4 の方は、アンモニウムということで、まあどちらかというとですね、これは結構早めに消えてしまう、もうものすごく毒性の強い成分なので、もうある意味初期だけなので、まあ、これはそこまで重要ではなくて、やっぱ NO2 の試薬、これだけは必ずお持ちください。NO2 の試薬で魚を入れられるタイミングというのがわかりますので、もう当てスポで噛んで、もうなんかもうそろそろ魚いいかなとかエビいいかなとか入れちゃうっていうのはあまりやめた方が良いです。もう熟練者の方はね、なんとなく経験とかで、これぐらい日付が経ってれば大丈夫だろうっていうのが、感覚値でお分かりだと思うんですけども、初心者の方は必ず NO2 を測ってください。この NO2 が検出されている状態でエビとか入れちゃうと、まあやっぱ1週間とかで死んじゃう場合とかがよくありますので、とにかく、生き物を入れる一番最初の段階で NO2 は測定してください。これでね、見える化できますのでね、ろ過がもう仕上がってるなっていうのが、もう NO2 が検出されてなければわかるので、そのタイミングでエビとかオトシンクルスとかね、そういう風なコケ取り生態からまず導入いただくと、まあそういった感じで、立ち会い直後の方 NO2 は、ぜひ測定してください。ちなみに NO2 というのはアショウ酸。まあこういった名前どうでもいいんですけどね。覚えたいって方は覚えていただければいいんですけども、まあ NO2 というのはね、毒性が比較的強いものなので、検出されている状態では、生き物は入れない方が良いです。で、次に、苔が出ている方、これについては、PO4、そして NO3、そして COD、この3種類となります。これはですね、水がどう汚れているのかっていうのを、まあ見れるものなんですけども、まあ、あくまでも目安になってくるんですよね。ここの、3つの試薬を測っても、まあ、特にね、正常の範囲だったけど、苔が出ているという場合もあるので、とりあえず苔が出て、その原因を突き止める手段としてはいいかなと思います。特に黒ひげ苔ですね。ひげ苔が出ている方は、ちょっと PO4、ちょっと一回調べてもらってもいいかと思います。この数値が高ければ高いほど、ちょっと黒ひげ苔とかね、苔が、出やすいということで、一応試薬で判断いただいてもいいかなと思います。ただ、いつも悪役にされがちなんですけども、まあ、植物、水草もそうなんですけども、まあ、必ず三大栄養素ですね。カリウム、チッ素、リンということで、三大栄養素の中の一つなので、これも、まあ、ゼロがいいかって言ったらそこでもないんですけども、まあ、あまりにも高い数値すぎると良くないので、まあ、そのあたりはチェックが必要かと思います。NO3 については、硝酸ですね。硝酸っていうのも、まあ、液比入れてると上がるので、ゼロにする必要はないんですけども、ここも振り切れるようなね、かなり高い数値が出ていったら問題ということで、NO3 も検査してください。同じく COD についても同等です。まあ、ゼロがいいかってわけではないんですけど、こちらもあまりにも高い数値でしたら要注意ということで、ご自身の水槽の環境を、まあ、大体ですね、大枠は捉えられるかと思います。で、水草水槽というのはね、今お話しした通り難しい点は、このあらゆるこの苔を発生を促す成分がゼロがいいのかって言ったらそうじゃないんですよね。やっぱりそのある程度の汚れ、ある程度の栄養素がある状態で初めて水草というのは健全に育ちます。なので、皆さんもね、外でね、こう、キャンプとか行かれたりとか、渓流行かれた時とかって、水草ないですよね。全然。この澄んだ、ものすごく透明度の高い水のところには水草が生えないと。それはなぜかというと栄養素がなさすぎるんですね。綺麗すぎて。
で、逆に田んぼの側溝とかですね、この、流れてる用水路とかだと、めちゃくちゃ綺麗な水草生えてるんですよね。田んぼから流れて出てくる栄養分で水草が健全に育つということで、意外と汚れ、まあ、汚れてたらなんか汚いイメージあるんですけども、栄養素のないところでは水草は育たないということで、なのでこういったね、今ご説明した通り、苔を促す成分がゼロがいいかって言ったらそうではないということです。ほどほどの栄養がある状態が一番いいです。そのほどほどの汚れにするのが難しい。ここが水草水槽が難解になるわけですね。汚すぎてもダメだし、綺麗すぎてもダメと思って。結構初級から中級ぐらいの間の方に多いのが、割とね、こう、苔、水の汚れについては、もう管理完璧なので制御できておられる方多いんですよね、実際。苔が全然出てないのに水草が育たない。これはですね、もう栄養がなさすぎる。要は水が綺麗すぎて水草が育っていないということになるので、まあ、しっかりとね、液体肥料を入れてくださいねというお話になってくるんですけども、この調整が非常に難しい。これについてはですね、もう経験値であったりとか、とにかく、皆様が日々通っておられるショップさんで、そういった技術を身につけていただくと、そういったことになるかと思います。で、今回は、どういった方がどういった主役を持っておくべきかについてお話をしたんですけども、こういった、主役で測った時に異常値が、検出された場合にどう対策を打つかについては、皆様のお手持ちの水槽の環境や状況によって全然解決策が変わってきますので、もしその点ご不明な点ございましたら、当店こちら東京店の方にご来店ください。状況をお話しいただければ、どういった対策が有効なのかについてもお話しいたします。で、最後に今回の主役の中で特に一押しアイテムをご紹介しておきます。それが、こちらのエディのペーハーキット。まあ、ペーハー主役なんですけども、まあ、こんな感じでですね、色を見るっていう感じなんですけども、これね、めっちゃ安いんですね、これ。150回測れて2000円弱ぐらいなので、もう多分業界一コスパいいです。もうこれね、もうマストバイですね、これ。必ずこれね、前のね、以前の動画でもね、これね、お話ししたんですけど、めちゃくちゃいいです。これ測りたい放題ですね。150回も測れるってね、これもうありえない数。測れるので、めちゃくちゃ便利です。もうガンガン測ってもね、全然これコスト気にならないので、もうこれはおすすめです。で、これがそのまま入ってるのがこのドロップチェッカーで、ドロップチェッカーもいいんですよね、コスパ非常に。まあ、これについてはね、ちょっと使い方話すとちょっと長くなっちゃうんですけども、簡単に言いますと、pH も測定できて、水槽内に溶け込んでいる CO2 が適正かどうかっていうのも判断できるということで、一石二鳥です。こちらも得です。なので、私、もう CO2 濃度も見たいなっていう方は、こちら、もうペーハーだけでいいやって方は、ペーハーキット。まあそういった感じで使い分けしていただくといいかなと思います。この2点はね、ほんと ADM 製品の中でもコスパも最高なので、まあぜひ、持ってない方はご検討ください。で、今回お話しいたしました、内容に関するアイテム、機材については下の概要欄に、まとめておきます。各種メーカーの、試薬なども、掲載しておきますので、もし、ご興味ございましたら見てください。また過去の動画の中で水質に関連するお話、下の概要欄にそちらもまとめておきました。もし気になる動画がございましたらチェックしてみてください。もし今回の内容役に立ったという方がいらっしゃいましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しいです。今後もこちらのチャンネルでは皆様が水草水槽に関連する疑問を抱かれた時に解決できるような動画であったり、トラブルが起こった時にすぐに解決できるような動画、どんどん公開していきたいと思いますので、継続的に見ていただければ嬉しく思います。また、いいねマークでの高評価もいただければ大変嬉しいです。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。